じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、以前ですね丸々打線やりましたよね、はいはい、あの時は、はい、射手前打線とかあと何打線ありましたっけ。マシンガン打線とかでしょ。そうそう、マシンガン打線とかいろいろ打線いろいろあったけど、はい、みんなこの打線もあったじゃねえかっていうのはみんなよく知ってんな。すごい、そうコメント欄にすごかったですね。あ、はい、やりますよちゃんとね。やりますか。やりますよ、今日やりますよ。お、じゃあ今日は、まあ、またいくつか丸々打線上げていくんですけれども、まずはトップバッター何打線ですか、はい、今日は。まあやっぱこう、まあ、年次でさ、うん、年次でこう振り返っていくと、はい、やっぱそこに赤ヘル打線っていうのはあるよね。これ赤ヘル打線はもう有名ですよね。有名だよね。まあ未だに赤ヘル打線、はい、赤ヘル打線ってさ、はい、こう活字で使われるけど、うん、最初言われたのは88年ぐらいだよな、うん、あ、78年、そうです。そうだよな。豊さん、入団する前、入団する前だったですか。まあまあまあ、あります、ね、確かに、はい、赤色旋風っていうのが起こって、はい、オールスターかなんかでね、で山本浩二さんと衣笠さんかな、大暴れして、はい、でその時優勝につながっていくんだけど、はい、いやだけどその赤色打線っていうのをまあこう振り返ってみるとさ、はい、やっぱ素晴らしい選手いるね。すごいですね。うん、でまあ吉彦さんが1番とかさ。そうですそうですそうです。ね、三村さんという大ベテランが2番打ったりだとかさ。うん、ライトル山本浩二、水谷、ギャレット、衣笠で水野さんというねキャッチャーがいて、はい、うん、やっぱその中でやっぱ山本浩二さんと代表されるのが衣笠さんだよね。そうですよね。この、うん、年でも44本塁打山本浩二さん打ってるんですね。そうそうそう、打点も112とか、はい、忘れちゃいけないのがライトルと、はい、やっぱ水谷さんなんだよ。はい、それはなぜですか。やっぱライトルっていうのはよく打ったしさ、はい、すごい献身的な外国人だっていうのはそれは俺は入団してから聞いたのね。で水谷さんっていうのは一緒にやってるんだけど、うんうん、やっぱバッティングのね巧みさがやっぱ際立った人だった。ああそうなんですね。やっぱ職人だったよ。うん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 。だからその山本浩二、衣笠っていうこの2人に、うん、こう代表されてるけど、はい、でもやっぱ水谷さんも素晴らしかったしライトルも素晴らしかったし吉彦さんというのはこの中で必死にやってたんだろうなってなんか想像つくよね、うん、じゃあもうどの選手とっても本当にもう赤ヘル打線にぴったりな選手たちがもうパシッとハマった打線だったって。まあそうだね、うん、本当にねこう試合巧者っていう人たちが多くて、はい、あの木下さんとかさ大下さん、はい、こういう人たちっていうのは控えにいるんだけど、はい、この人たちはもうこうなんていうの野球を頭でやってたような人たちだよね。頭脳派なんですね。頭脳派だったんだ。そういう選手が控えにいるというさ。わあそれまた嫌ですね相手からしたら。いやだからバランスがすごく取れてる、うん、やっぱこう見ると強く、まあ、80年代を黄金期を作るわけだけど、はい、広島って、うん、あやっぱさすがだなと思うよね。ああやっぱそれをこのだね打線というか見てるとそういうふうに思うんですね豊さん。そう、はい、でじゃあまず赤ヘル打線いきました。続いては、はい、続いては何だと思う。年次だとあブルーサンダー打線が、ああいるね。はい、あの一郎選手と田口さんのコンビがすごい好きでした。まあそうだよな、うん、仲良かったしね、うんうんうん、大島とか、まあ3番にこの時一郎を抜擢してんだよね。一郎が打ってんだよね。96年はそうですね。95年が1番が一郎選手で2番田口さんなんですけど、うん、まあこの 1,2 番というのもすごくいやらしかったけどね。うんうんうん。でニールが4番を打って、はい、で5番に藤井、うん、藤井っていうのはあんまり知らないと思うけど、はい、もうね左バッターで一番綺麗なスイングをしてるんじゃないかっていうぐらい、おお、いいバッターだったよ。あそうなんですか。そう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 、へえー、で DJ っていうのがいて小川、はい、小川っていうのもなんか小力があってね、うん、右に打つのがうまかったんですごく、うんうん、でキャッチャーが中島という、はい、で三塁に馬場というね、うん、今馬場というのはあの西武の今ヘッドコーチみたいなしてるじゃない、辻の横で。そうなんですね。あそう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 、
じゃあこの打線ざっと見て豊さんどうですか。あのいやらしいなやっぱ足を絡められるというかさ、はい、まあ、そんなね破壊力というのはニールの32本、藤井の20本とか、はい、まあ、そこまでその長打力っていうのはあれかなと思うんだけど、やっぱりいやらしさがあるよね、うん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 、打線に、うん、で控えの選手に高橋っていうのがいて、はい、デカって言われててね、はい、その後ホームランバカバカ打ち出すんだけどさ、はい、で元西っていうのがいるよね、はい、で元西っていうのがまたいやらしい選手だったんだよ、足があって控えまでやらしいんですね。やらしい、やらしいんだよ、うん、だからまあそういう意味ではすごくバランスのいい打線だったんだろうなっていうのが想像できるね、うん、やらしくてな勝つってことですね、バランスのいいっていう。そうそうそう、うん、なるほど。で次なんですけれども、ビッグバン打線です。あ、これが1990年代の後半の日本ハムです。そうだね、うん、やっぱ森本一人が一番打って、まあ、田中健介、小笠原、セギノール、うん、稲葉、新庄で7番にいろいろ使ってんだけどね。あ、そうですね、うん、まあ、稲田とかさ、高橋慎二さんとか、はい、でキャッチャーが鶴岡とか、はい、まあ、そういうのをいろいろ使ったり、まあ、三塁手に飯山とか、まあ、9番に金子誠、うん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 、やっぱ小笠原だろうね。あのね、小笠原選手がずっとこの大ビッグバン打線に絡んできてるんですよね、まあ、他の年代も。そうなんです。あ、だから小笠原の成長とともに、はい、そういう風な打線になっていったっていう、まあ、一つの特徴と、はい、新庄が入って、うん、なんかね明るさが出た。森本一人も新庄も稲葉もそうだったんだけど、はい、まあ、最初に守備につくときにね、札幌ドームで、うんうん、みんな全力疾走で行くんだよ、走ってそのままで行く。 それがねすごい爽やかに感じた、うん、でこのチームは隙がないんだろうなっていうのを感じさせた打線だよ。そういうのも大事ですね。いや、やっぱねちんたらちんたら言ってるとね隙だらけに見えるんだけど、うん、この時の日本ハムっていうのはやっぱ爽やかだったよ。ああ、ファンの人も見ててね、すごい応援という、いや気持ちがいい、うん、気持ちがいい。で一人なんかたまにしかホームラン打たないんだけどさ、はい、余韻を楽しまないんだよ。へー、ホームランでも全力疾走で帰ってくるの。あ、そうだったんですね。あ、だからすごくねやっぱ新庄がそういうものを活性化させたというかさ、うん、爽やかなイメージに変えてったというか、だから打線の中で核となったのはやっぱ小笠原かもわからないけども、うん、チームの核になったのは間違いなく新庄だよね。ああ、言われてみるとそうなんだろうなってすごい納得できます、うん、だからすごくいいバランスの取れた爽やかな打線なんだよね、はい、うん、で続いてがですね、はい、ダイハード打線です。ダイハードな映画ソフトバンクだよね。そうです、99年のダイエーの時。そうなんです、ダイエーの時、パリーグで優勝して99年に日本一になった年と、2000年翌年にパリーグ V2 を達成した時のダイエーの打線がダイハードで、映画ダイハードには不死身という意味があることから、何点取られても決して諦めないという意味が込められているそうです。諦めるというよりもさ、うん、これ今からメンバー読み上げるけど、うん、はい、びっくりすんなよ。はい、1番ね、柴原、はい、バルデス、うん、井口、うん、国母、もう来た、ま、松中、お、城島、はい、秋山、うん、ミッチェル、うん、で鳥越、はい、どっからでも点が入るよ。嫌ですね、名前見ただけで。いやだって、ちょっと待ってよ、嫌だって言うけどさ、うん、これ歴代の右バッター、井口、国防、城島、秋山っているんだよ、うん、それで挟まれた真ん中に、うん、松中、三冠王がいるんだよ、平成の。嫌だ、相手ピッチャー嫌だな。嫌だろ、これ諦めるというよりも勝手に点取るよねこれ。だし、相手のピッチャーをもうげんなり諦めさせちゃうような打線ですよね。もうね、インチキ打線だよこれから言われた。ここまで揃えるかっていう。いや、ほんとそうですよ。こ
これ他球団行ったら全員がクリーンナップというか主軸の間違いないよね。ですよね。いやだからすごい打線っていうか、はい、揃えたなっていう、これは強くなるよね。まあそうなりますね。間違いないよこれはね。はい、で最後、はい、史上最強打線。そこまでつけるかっていうような感じなんだけどさ。すごいですね。いやでも読み上げるよ。はい、お願いします。巨人ですね。あ、西、はい、清水、うん、タフィーローズ、はい、そんなに史上最強かって思うじゃない。はい、あ、大ハンドの方かって思っちゃうんですけど。ねえ、で由伸で小久保がトレードで来てんだよね。あ、そうですね、はい。あ、でペタジーニ、いや、ペタジーニ、今、そうですよ、いました。ねえ、お前の旦那さんじゃん。違いますよ。俺が夫人。違うの。ねえ、はい、安倍晋之助。はい。で、二岡。史上最強打線。これ、史上最強かって、本当に。いや、ダイハード打線聞いちゃったからじゃないですか。いや、かもわかんない。ただ、控えが。はい。清原。はい。江藤。うん。元木とか、くせ者。だから。いるんだよ。控え史上最強打線じゃないですかこれ。いやほんとそうだよな。控えがすごい。いやこれはさ、はい、やっぱり西も一番バッターとしての資質があったしさ、はい、まあ清水も2番としてね、うん、役割を果たすとか、うん、タフィーローズはホームラン王を取ったりとかいろいろしてるしね、はい、で由伸でしょ、はい、で小久保もホームラン王を取ってる、うん、ペタジーニも、うん、ホームラン王を取ってる、はい、で新之助、うん、打点と首位打者取ってるみたいな、うん、で二岡勝負強かった、うん、で清原へと、はい、お前どこの4番バッターばっかり揃えてんだみたいな。いやだから盗塁が一番多くて2番の清水さんの4個なんですよ。あと走ってないっていう。なあ、いやまあ走る必要がないというさ、飛び道具ばっかり使うというね。いやーすごいな。まあ確かに史上最強かもな。いやある意味当時の4番を揃えてるわけだから。あ、まあそうですよね。だからなんか巨人らしいなっていう気もします、やっぱりなんか。まあ贅沢打線だよね。これ変えた方がいいですね。変えたよ、変えた方がいいよ、うん、贅沢三昧打線。だってさ、1番からさ9番まで4番バッター揃えても、うん、なかなかうまくはいかないと思うよ、その役割があるから。だからもう贅沢打線だよ。史上最強贅沢打線。もうウィキペディア変えましょう今日から。変えましょう。これだけのメンバー集めるとさ、はい、中はね、うん、そんなによくはなかったんじゃないかと思うよ。あー、中のバチバチ感ですか。あ、そう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 。俺が4番だろうみたいな。真の4番は誰だみたいな ね、俺だみたいな。あったかもしれないですね。そうだね。今度は真の4番とかやっていかないとな。ちょっとやってみましょうよそれ、ね、真の4番は誰だっていう最強の4番。う、ね、うん、はい、やってみましょう。はい、またね、皆さんが考えるこんな打線ありましたよというものがありましたら、はい、ぜひコメントを寄せください。はい、どうも。